はい、こんにちは、ビッグボーイです。ウルフェンシュタインザニューオーダーも前回でもパート10に来たのか。で、今回がアンテナだ。ブイブイ、おかしな言葉だ。おかしいのはお前だ。じゃあやっていきますか。こいつを切って、よし、 V を上げろ。 V を上げろ。 V を上げる。秘密のコードも海のもくずか。チャンネルを開けておけ、プラスコビッチ。受信中だ。お前の信号な。どえらい収穫だな、プラスコビッチ。ナチスの U ボートでも最重要なエヴァのハンマー号とは。巨大砲弾と砲台まである。いいね、俺たちのもんだ。前回かなり戦ってたけどね。ギリギリになりながら。気骨のある男だったな、あの艦長。あっぱれだ。砲弾の解読費を墓まで持って行きやがった。撃てないのか。巨大砲弾は無理だな。今すぐ爆弾をデゼットにぶち込んでやりたいのに。なら解読機を探そう。解読機は地球上にないんだ。ナチスの月面基地にある。月面基地？待機してたんだろうよ。月面基地といえ、なんじゃそりゃ。ナチスの施設の中でも特に警備が厳重だ。最高機密だな。月に何が言いたい。持つとか基地を。キャロラインとアーニャに任せよう。エンダラ、またここに来られるとは。セット。ニワトリの真似ならできるぞ。ドアが開くか知らんが。どこどこだ。頭が、うん、解けます。こんなところに隠れが持ってんの。深海って言ってたけど。あ、顔が揺れてる。揺れてる。おう、入りますよ。これがなんかドットが目立つような、ポチッと。よし、こう言えばいいから。いよいよショーの始まりだ。ん？そっち行くの？え？うん？なんだこりゃ。これ1960年の世界じゃないでしょ、絶対。もう、まあ、それ考えたらキリがないけど。え？大丈夫なのか？敵が待ち構えてるとかないよね。大丈夫か、本当に。行っちゃうぞ。あ、水抜くだけか。なんだここ。どう？よこらしょ。ちょ、勝手に登っちゃったけど、いいかな。ひょう。ここにある機械で電磁波を制御する。
よし。では、準備はいいか？いいですよ。A3、ゴー！おお、あ、泳いでいった意味。そこか、壊れてる。これを持ってくれ。頼む。よし、いいぞ、ミスター・ブラスコビッチ。レーザー兵器を見せてくれ。レーザー兵器です。よし、これはダトイシュードのプリズムで、レーザービームを適切な周波数に合わせてくれる。マグネティックコイルをチャージできるはずだ。見えるか？上のあそこだ。そろそろ、ん？作業に取り掛かるか。ここ一体何なんだ？古代から存在する場所はたくさんあるんだ。ここもその一つ。これさっき一瞬階段にならなかったっけ？おお。おお。あ、ちょっと待って。サムソンとだから何？ちょっとこれ登るのが難しそう。ちょっと待って。よ。ちょっと待って、これ難しいぞ、地味に。おっ、こっからも楽か。オッケー、やっと来た。下げます。いや、何回も落ちてたけど、サムソンじゃない。サムソンじゃない。だから押して、お、おお、秘密基地凝りすぎじゃね。金の便器。なんかそこにもある金のロボットのおもちゃ。なんだこれ。オッケー、なんかある。金のものばっかりあるよ。なんかいろいろ押せるな、これ。これはなんだ。今日は仲間がぶん乗ったナチスの原子力潜水艦にヘリコプターで乗り付けた。それから潜水服を着て深海に潜り、大西洋のど真ん中にある洞窟まで泳いだ。細かい話はこの辺は。俺は今秘密の保管庫の中で、特に何でも なんか光ったけど。神の大親友だとかいう天才の魔法使いが一緒にいるがね。まあいいや、ミッション終了。応答せよ、応答せよ。キャロライン、なんだ。巨大砲弾用の解毒キーの手がかりを得たわ。アーニャ、アフリカ戦線から戻ってくる輸送列車にデスヘッドが進めているスーパーソルジャーの主任研究員が乗っているわ。今夜ナチスの月面基地へ行くそうよ。新しいソルジャーの増員のために軍隊輸送車を襲撃するのよ。主任研究員を見つける。身分証を盗んで、代わりにブロスコビッチが月行きのシャトルを。マジで月行っちゃうの。月面基地に着いたら砲弾の解毒機を探し出して地球に持ち帰る。アポロかい。輸送車をどうやって襲撃すればいい。ジブラルタル橋で待ち伏せて。ああ、分かった。方法はセット、何かない。これが使えるぞ。これはモンスターボール。君たちの言葉で、そのなんだ、スピンドリートルクだ。列車の前に落とせ。どんなものでも止められる。すごいわ。すぐ向かって。ブパーが出動した。触りたいだろ、ブラスコ。ダメだ、俺が預かる。ギャロラインに渡せ。あれを見ろよ、クソバカでかい橋だ。アフリカ前線まで続くナチスの高速道路。これ場面の切り替わりが早いゲームなんだね。もうすぐ列車が発
溜まった。聞こえたか、ブラスト、準備しろ。こいつを展開。うわ、早い。うお。やりすぎじゃねえ。自分の仕事をしたんだ。キャロラインいるか。列車を止めたぞ。行かれたアメリカ人をここで降ろす。いつものあれで表情してやるぞ。了解。その調子で頼むわ。ブラスト、6番使いである移送エッジが見えるか。橋の方にプラスがつけるだろう。ロンドン同士か。あれか。レセットの主任研究員が中にいるはずだ。最寄りの安全な場所で降ろす。そこから同士かの車両に接近しろ。いいな。オッケー。え、ジャンプ。ジャンプ。よし。どこが安全だよ。あ。うわ、なんかそこに捕まってるけど、じゃあね。で、サプレッサーをつけます。白い制服姿。あ、いますやん。いろいろ落ちてる。拾えない。お、ロケットランチャーというよりこれはグレネードランチャーじゃないのか。なんだ？なんか今いなはる。これだな。よし。なんか撃ってきてる。あれもランチャーで破壊できんのか。6号車なんか動いてる。犬みたいにいたけど今なんかある。アーマー、うわ危ねえ。ここ登って、グレネードが今あった気がするけど、よいしょ。おお、降りすぎです。ショットガンだな。平穏としたところだな今日は。なんかある。あれはあれはあれはあれです。ちょっと待って、あれはあれだわ。ちょっと待って、待てちょっと。2つはいいわ、2つはいいわ、1個でいいわよっ。 OK。 でマークスマンライフルがあったけど、あれか。面白い面白いというか、なんかすんげえ格好で走って横に走ってたね。ここ俺あれ、そこにまだいた。弾アックスマンライフル弾少ないなこれ。ちょっと炸裂弾にして、炸裂弾これダメージは少ないのか。ダメージ自体はレーザークラフトワーク。オッケー。
壊れてないまだあれ。あ、充電切れ。いやもう早く突っ込もう。こいつをいただこう。あれ？兵士まだいなかったっけ？まあいいや。で、6号車はあれだ。これ表、やっぱ、置いてこう。どうやって行くんですかね。そこか。これだな。あった。ロンドンの地下の輸送車両、中に月へ向かうって生徒の集団がいる。オッケー、鳥がいる。ナチスのクソ宇宙飛行士。あれ待って、充電がちょっとしかないけど、ちょっとはならいけるか。いろいろある。ロケット、お、アップグレード。なんかいろいろアップグレードついてってるけど、実感したものはないな、特にまだ。なんだい、なんだい、これ落ちるんじゃないかい。あ、やべ、なんかまたあのパート1の荒々しい胸骨圧迫をしている。そんなことはやめろ。あれ、まだ敵はいるか。クソみたいな戦いやら煙やらナチスやら鬱陶しくてたまらん。ここ、あれ、よし、よお、これ下手したら落ちるぞ。よお、あー、まあ、ん？ダブルキル。やばそうな手が見えた。ちょっとここに乗って、よし、ちょっと交代。よし、ここはマークスマイライフル2個持ち。これはどうしようもないだろう。どこにいる？いや、あ、問題。アーマーをいただこう。と、なんだこれ。これ充電式じゃないの？よし。だけど走れないっていうか、なんか潰されてるし。うん。おい、先に敵の検問所がある。注意しろ。マジか。壁の上のでかいのを狙ってる。ちょっとあいつはスルーして。こいつもいらねえ。あーは、野蛮な人がたくさんいる。うお、待てよ、なんかどっかに充電できるところは。なんか落ちてる。
ちょっと充電し直そう。ちょっと戻って。遠距離だけどこっから当てれるか。ちょっと待ってよ。難易度ノーマルにしてもなかなかきつくないかこれ。あ、そうだ、あ、ロケランがあるんだ。とりあえず前進。で、ちょっとロケランに切り替えてリロード。強い。こいつはもういらないっす。てか武器がもう全部揃ってんだこれで。あ、待って、まだいる、まだいる、まだいる。グレネード、グレネード、グレネード。グレネード3個投げても死なない。待って、まずい、まずい、まずい。ショットガンダブル。よし、ちょっと打ちすぎたか。これはいらないと。誰が顔出した。よし、そっちにもいるか。よし、で、6号車がもうすぐそこ。そっちから渡っていけるのか。どっからどう渡っていく。なんか撃ってる音がする。あれは結構久しぶりに見るような。ここはレーザークラフトワークだ。体力が少ないからちょっと注意。よし、よし。どうやってあっちに行く。ん、ここが開くな。開くっていうか、よし。お前を降ろせる場所が見つかったぞ。検問所の中を通り抜けたら橋の下の歩道に出ろ。そこでお前を。これバレずに下行っちゃえばいいんじゃないの。バレてる、バレてるね。ちょっと外側出て。あ、まずい。こんにちは。降りる必要は特になかったかこれ。どうしたらよかろうか。これは開けれる。いろいろゲット。
階段ここで終わりだったっけか。さっきのでっかい、あれなんかいたぞ今。気づいてないからナイフ投げよう。あ見事にミスったハンドガンでよし。どこに行けばいいんだろう。これ奈落だな。こっちも奈落。あっちにジャンプか。うっ、おっ、ちょっ、おい、やめてくれ、そういうの。うわっ、やばい、うわっ、うわっ、だっ、助かった。てか、顔が怖え。よし、生きてたか、ブラスト、飛び乗れ。はいはい、よいしょ。ナチスキラー。オラオラ。だって充電弾が足りてない。降りよう。いけるかこれ。よいしょ。待って待って、死ぬ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 死んだ。くそ。ん？あれ？敵いない。あ、いる。こいつをちょっとバリバリっと。なんかどうでもいいもの。ランチャーが一個だけ残ってる。余ってるけど大事に使いたい。ここ。あいつなんかすんげえ乗ってくるな。よし。もうちょっと今回長くなりそうだけど、早くあのこれナンバー6。死ね。あいつランチャーしか撃ってこないのか。え、ちょっと待って、落ちてない。セーフ。セーフ？なのか？よし。入ります。なんかクラシカルな音楽がかかってる。んと？え？どこにいるの？なんかやっぱ。あれ？あ、こっちか。
おぉと、これ痛い。ミッション終了。身分証があった。次は急いでね。今夜ロンドンの地下から月へシャトルが打ち上げられる。装備類は荷物として預けないといけないわ。客室には持ち込めない規則だから、目立たないように行動するのよ。髪を切ってさっぱりした方がいいわ。睡眠も取らないと。画面の切り替わりが早いな、ほんと。画面っていうか場面だよ、場面。うわ、絶対よ。月面基地に着いたら預けておいた荷物をすぐ回収する必要があるわ。その後、巨大砲弾用の解毒器を探すのよ。もう月に向かってるって感じが。じゃあ今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。